南方軍集団司令官、フェルギナント・シェルナーと作戦を協議する、ベーラー・オット・ベーラーは、ドイツの軍人。最終階級は、ドイツ国防軍不評代償。第二次世界大戦後、ニュルンベルク継続裁判の一つ、国防軍最高司令部裁判で、懲役8年の判決を受けた。ニーダーザクセン地方ブルクベーデルの冬の農家に、生まれる。 父ハインリヒは1908年から1935年まで村長を務めていた。一歳の時母が死去。父に育てられるが、その成果は現在父の名が冠されている通りに面しており、村の博物館となっている。職業軍人への道を選び、1914年に将尉に任官。第一次世界大戦に従軍し、第167不評連隊で大隊長を務めた。 この大戦では三度負傷し、また多数の助訓を受けている。戦後も軍に残り、バイマル共和国軍で連帯副官を務める。1923年に中尉1925年に大尉に昇進し、1926年には参謀教育課程を終了。1932年に少佐、1935年に中佐に昇進し、 1938年には大佐に昇進してベルリンの国防軍大学参謀となった。第二次世界大戦が勃発するとビルヘルムリス、翌年の西方電撃戦では第セベンティン軍団参謀長を務めた。1940年10月に第11軍参謀長に就任し、1941年9月から同軍司令官となった。 エイリッヒ・ホンマンシュタインに仕えた。1942年1月に少々同年中将に昇進した。1943年にクリミア半島制圧の先行を認められクリムダテ賞を受賞。1942年4月から中央軍集団の参謀長に転じた。1943年北方軍集団に属する大愛軍団司令官に就任。 同年6月、不評大賞に昇進した。同年1月の赤軍に包囲されたベリー・キエル・ウキ、救出作戦での選考により、8月に、騎士鉄十字賞を受賞した。8月、新編成の第8軍司令官に任命された。前任社権プフは、ハリコフ防衛に耐えないと判断され解任されたが、ベーラーもまた、ハリコフを放棄せざるを得なくなった。ベーラーは、 ドニエプル側からルーマニアまでの交代戦を指揮したが、当時の参謀長は後に、北、大西洋条約機構中央陸軍総司令官となるハンスシュパイデルであった。1944年8月のヤシー、キシニョフ作戦では包囲された第8軍の一部しか救出できなかったが、同年12月にハンガリーで南方軍集団司令官に任命された。 1944年11月には、デブレツェン防衛戦での選考により、白洋付き士鉄十字章を受賞した。相当アドルフ・ヒトラーはベーラーを有能な将軍と認めていたものの、国家社会主義者としては落第であるとして、上級大将への昇進を認めなかった。1945年4月に司令官を解任されて、相当予備に編入され、そのまま終戦を迎えた。 ベーラーは連合国軍に逮捕され、第11軍参謀長当時の罪状で起訴されることになった。実際にはベーラーは、夫オ,オーレンドルフ率いるアインザッツグルッペディ部隊の活動を制限しようとし、またタイパルジザン戦闘に向けようと試みていた。裁判では、オーレンドルフがベーラーの試みについて、アインザッツグルッペンによる処刑を知っていたはずだと、否定的な証言をした。 ベーラーは国防軍将兵に対しこの処刑活動に参加することや写真を残すことを固く禁じていた。ベーラーはかつての上官マンシュタインの身代わりになる形で1948年の国防軍最高司令部裁判で懲役8年の判決を受けた。しかし早くも1951年1月には釈放された。 戦後ベーラーは、故郷ブルクベーデルでの自治会活動に従事し、森林保護協会会長や地元のペスタロッツィ、財団など数多くの財団の名誉総裁を務めた。二度結婚したが、一人息子ゲルトは、第二次世界大戦中に、海軍見習い士官として1944年に、フィンランド案で戦死した。故郷で死んだベーラーは、息子の墓の隣に葬られた。 その死後財産や解雇力などが自身の財団に寄贈された。ありがとうございます。